どうも皆さんこんばんは。サンフレッチェ広島は2023シーズンホーム最終戦前夜、サンフレッチェ応援企画ブチアツサンフレッチェ祭りへようこそお越しくださいました。いやいや、昨日は暖かかったんですが、はい、今日なんか午後から急激に気温が下がってきまして、ね、でそんな寒い、ね、中の開催となりましたけどもね、たくさんの方にお集まりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでまずはちょっと自己紹介をさせていただきましょうかね。はい、はい、本日の司会ですね、私普段はサンフレッチェ広島のトップチームのスタジアム DJ をさせていただいております工藤登録です。よろしくお願いします。そして、はい、昨日ホーム開幕でしたね。そうですね、うん、はい、サンフレッチェ広島レジーナのスタジアム DJ、はい、明日は、J リーグの中継リポーターもやっております、はい、掛本智子です。よろしくお願いします、はい、お願いします。スタジアム DJ の TK コンビでやっていきたいなと思ってます。登録さん、ちょっとどうでもいいんですけど、はい、この辺で喋りません？あ、そうですね、なんかやたら向こうに、うんうん、そうですね。いや、こっちの人は寂しいかなと思って。あ、そういうことね、そういうことね、はい、はい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 。ということでね、はい、いよいよ本日、まあ、前夜祭ということで大いに盛り上がっていきたいんですけれども、はいはいはい、まあ、ブチアツサンフレッチェ祭りというタイトルついてますけども、はいはい、ブチアツといえば皆さん今日のチラシ、はい、見ていただきましたか？うんうん、ね、ステージの右側にパネルもございますけれども、はい、すごいですね。いや、もうすごい、もう方々が、うん、この後このステージにご登壇されるということで、はい、あらかじめご紹介するとサンフレッチェレジェンド OB ですね、はい、森崎浩二さん、中島浩二さん、吉田康坂さん、山岸悟さん、高野坂智博さん、高木拓也さん、高木拓也さん、これサンフレッチェ創設時のレジェンドと、ね、で、まあ、優勝の立役者と、まあ、この30年間の歴史ありますけども、うん、各時代を彩ってきた、はい、そんなスターな皆さんに来ていただくということで、もう胸熱な、ね、そんなイベントで本当に楽しみにしていたんですけどもね。で、そこのトークショーの、はい、前には、そうそうそう、その前にもフットライブスだったり、うん、はい、フーコちゃんだったり、そしてドリームレインボーマイポジっていうレジーナのスタジアムでも盛り上げてくださってるみんなとかも出てくれるんで、はい、あ、いつも見てるみたいな感じでね、楽しんでもらえてもね、あの寒さを吹き飛ばすそんな熱いステージをね、うん、届けてくれると思いますので、はい、こちらもぜひお楽しみください。はい、はい、で、今日は大変混雑も予想されます。スタッフの指示に従って皆さん譲り合って、はい、通路を確保し合って楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、で、今日ね、もしここ混雑、まあ、もしじゃない、混雑するこの後 ね、これから絶対しますよ。今だって6時でしょ、うん、今仕事を終えて、うん、この会場を向かわれる方とか絶対増えてくると思いますので、ね、その際は餃子の龍、そうそう、ね、このね、ステージの裏側にエスカレーターがあって、はい、上がっていただきますと餃子の龍にたどり着くんですけど、そこでね、一品買っていただきますとですね、うん、椅子が並べられて、上からこのステージを俯瞰で見ていただくことができる。めちゃくちゃいい席ですよね。めちゃめちゃいいですよ。そうなんです、餃子食べながら、ね、飲みながら見てもらってもいいっていう。そうそう、絶対ここパンパンになりますからね、今から。かつこの餃子の龍はなんと最近、うん、サンフレッチェ広島の聖地といえば有田市にね、うん、工場移設、めっちゃすごい大きい、ね、工場ね、そうそう、いやなんか一気に親近感が湧きましたけど、より強くなりました、うん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 、ぜひ餃子召し上がりながら、はいはい、本日のステージお楽しみいただけたらなというふうに思ってますんで、はい、この後8時40分ぐらいまでね、うん、お届けしていきます、はいはい、ブチアツサンフレッチェ祭り最後までお楽しみください。では、最初のステージの、はい、行きましょうか、フォーが、ね、始まるまで今しばらく、どうしましょうか、もう次のステージ行っちゃってもいいのかな、どんな感じです、早い、もうちょっと早い、はい、じゃあ今しばらくね、お待ちください、はい、お待ちください。